キッス FM がお送りするバンディーズ What's Going On、 6月8日は芦屋のライブハウスレフトアローンからお届けします。そしてゲストは日本を代表するブルースマン、ブルースギタリスト、シンガー近藤房之助さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて近藤さん、はい、今ですね、本編のラジオで放送用のちょっと収録が終わったんですけど、はい、いろんなお話をしていただきました。まずこのブルースにね、込めた思い、これもう一度ちょっとビデオでもね、同じことを繰り返して申し訳ないですが、僕には数人優れた先生がいまして、はい、お師匠さんですね、はい、その中でもトップクラスはやっぱりシカゴに住んでいるオーティス・ラッシュです。ミスター・オーティス・ラッシュから教わったことがいっぱいありまして、はい、このオーティス・ラッシュさんは、はい、実は僕はですね、近藤さんはバックっていうか、はい、共演ですね、はい、まあ、ご自分も歌われて演奏もされて、いや、本当なおかつ途中からオーティス・ラッシュを呼び込んで、はい、ライブを、僕そのコンサート実は行ってるんですよ。ありがとうございます。本当にこの中でね、コンサート見るだけでは分かんないところ、もう必死でした。あれは本当にいっぱいあって、はい、ちょっとこのオーティス・ラッシュのエピソードですね、オーティス・ラッシュさんの、はい、先生の、はい、エピソード、ちょっとビデオで、なんとなくね、僕のこと気に入ってくれたんですね、はい、それでアフターアワーズで、はい、要するにライブ終わって、はい、自分の部屋に必ず呼んでくれたんですよ、はい、それでいろんな話を聞きましたね、はい、カラードグリーンなんていういい話がありまして、このカラードグリーンってどういうことですか。はい、要するにいろんな野菜、まあ、キャベツでも、はい、人参でも硬くなったとこは捨てるわけですよね、炙り物にするために、はい、それを俺たちは拾って料理に食べたんだって。それでその奥さんの正樹さんにそのカラードグリーンっていう料理を、はい、日本人の奥さんでいらっしゃいましたね、はい、毎朝作らせるんですよ、はい、安いそのほうれん草の根元のあたりのをぐちゃっと炒めるだけの料理なんですよね、はい、それをあのさん毎朝食べるんですよ。それはそのブルースのバックグラウンドになる生活というものを、うん、そうですね、知ってもらいたいと、うん、っていうか自分に律してんじゃないかな、あの人は多分。そうだから軽々しくブルースなんて語っちゃいけないなと本当は思ってますもん、はい、あ、そうなんですか。でそういう、まあ、世の中ね、圧倒的に、まあ、弱者というか、はい、そんなに恵まれた人ってごく一部で、まあ、そうですね。でそれ以外の方はこうやっぱちょっとハードな暮らしをしてたり、うん、そういったところに寄り添うっていうのがやっぱブルースってことに、そこからやっぱり生まれてきたんでしょうね。家がないとか、はい、気がついたらレイ・チャールズのレイっていう映画見ました。あ、見ました、はい、ああいう感覚ですね、はい、それこそ地元の水が悪いもんですから目がね不自由になってしまうとか、はい、ああいう中でその生き残ってきた人なんで、はい、オーティス・ラッシュもそのミスター・ボビー・ブルー・ブラウンドも、はい、みんな同じですよね、はい、厳しい頃を生き残った人たちですよ、はい、ああいう感じっていうのはまあそうであるってことは僕は本で読んでたんだけども、はい、実際に話を聞くと大違いで、うん、グッときましたね。本当に でもその人生の中でね、うん、まあもちろん最初ビートルズがおすすめ、はい、で、まあ、ビートルズで黒人音楽がバックグラウンドにあって、うん、でそこからこうブルースになって、じゃあブルースのヒーローでオーティス・ラッシュっていう人があって、うん、でそういう人と実際に一緒に共演する気持ちって、うん、もうね、なんて言ったらいいか、もう精一杯やるしかないですよね、はい、嬉しいって感じじゃなかったですよ。もう他のギタリストを雇ってくれると実は思いましたよ、ね、あ、うん、プレッシャーで、うん、でもね、僕は実はライブを行ったんですが、はい、何かこうちょっと親子のようなバイブレーションを感じたんですが、それはちょっと僕の錯覚でしょうか。まあそんな向こうもだって俺みたいな汚いような息子を持ちたくないだろうしね。すごく謙遜されますよね。それは、まあ、話がブルースの話だからですよ、はい、そのなんていうのかな、はい、もうお師匠ですね。です師匠です僕の、はい、
はい、じゃあもうオティスらしさんから受け継いでこう日本でこのブルースを伝えてくれてるというところなんですけど、うん、いや僕にできるかどうかわかんないですけど、僕ね、あのちょっとファン的なお話をさせてください、はい、あの房之助さんの彫金を決められる姿がありまして、はい、これはですね、あのラジオでも言ったんですが、はい、居合抜きの達人がですねスパッとこうやるよで、例えば B.B. キングも、はい、オーディスラッシュもそのこう待って待ってあの出てる音っていうのは外胴だけなんですよね、はい、外胴ってシンプルな、うん、あのあれが決まる瞬間ってね、あのバックやっててもギューッなりましたもんね。もうフレーズがいっぱいあるとかじゃないんですよね、うん、もう気を込め、あの気候みたいなのあるじゃないですか。そうそうそう、そういう気ですね。なんか気のその遠当てみたいな、はいはい、トーみたいな。で指は動くけど何も伝わってこないギタリストもいる中で、はい、それはやっぱ特別ですよね。もう3つか4つの音でカッ、すごいっすよやっぱっていう。だから僕らもこう近藤さんの演奏聞いてて背筋にね電気がピュッと、いやそんなもんとっても検討されますね。いや、やめてくださいよ、はい、それとあの歌です。歌はですね、もうあのラジオでも言ったんですが、あの天狗さんがですね、パッとこう蔵前から雄たけびを上げるような。いやいや、もうよくわかんないですけどすいません、はい、あの多分お師匠さんたちに近づこうと思って、はい、あの背伸びしてるんでしょうね、ずっと、はい、でもね、あの乗り越えられないものを持ってるって幸せなことだなと思ってる。ああ、いつまでもかけてる。そうなんだよね、うん、あの乗り越えちゃう人もいるんだろうけど、そのとても才能があって、はい、僕はね、あの乗り越えられないのもとしてそのブルースを捉えてるの、はい、だからね、はい、ずっとやっていける気がする。もうずっと、うん、ずっとやってください。ありがとうございます。最後にこれね、あの番組宣伝で本来は2分ぐらいのもんなんですけど、はいはい、僕ちょっと今日長くなってしまいますすいませんいい、それで、最後にじゃあメッセージをですねお願いいたします。僕と僕の仲間、あのライブの、はい、人間たちです、はい、だからライブにあのご足労を願うと本当にありがたいです。房之助さんの気を感じてくださいね気ですよ。はい、6月の8日はレフトアローンから近藤房之助さんのインタビューをお届けします。よろしくお楽しみ。はい、はい、ありがとうございます。